カクテルズオールドファッションスモーキースタイルさあそれでは今回はオールドファッションドという由緒あるアメリカのねウイスキーをベースにしたカクテルを作っていきたいと思いますこのカクテルはですねもともとは競馬ファンのためにアメリカのケンタッキー州の バーーテンダーが作ったと言われてるんですねケンタッキーダービーというレースがあるんですよ。でそのレースが行われるチャーチルタウンズ競馬場というのがありましてそこに行くとね記念のグラスに入ったこのカクテルが売られてるっていうことでねあのいつか買って飲んでみたいですね。作り方としてはね非常に簡単です。レレモンンとオレンジのススライスを作ってておきますそしてね ロックグラスに角砂糖を入れて今かけているねアンゴスチュラビターズを数滴1ダッシュ2ダッシュぐらいねピッピッとかけましてでこれはね苦味と香りを与えるんですねアンゴスチュラビターズ慣れない人はなんだこの味って思うんですけどね結構これがね慣れると美味しいんですよでそこにウイスキーを45ミリリットル入れますまあ氷入れてから注いでもいいしね まあ僕はちょっと先にウイスキー入れちゃいましたけどあのー、本来はアメリカの、まあ、ケンタッキーといえばバーボンだったりライウイスキーだったりするんですけどライウイスキーで作るのが正式な作り方だそうですが今回ね僕はあの好きなんでジョニー・ウォーカーの黒スコッチウイスキーをね使ってみました、まあ、この辺はねお好みでいいと思います。 であのウイスキーといえばスモーキーさが美味しさの1つだったりするんでそれをねちょっと強調するために今回はね桜の燻製チップで、えー、飲み物ごとグラスごと燻製にしちゃおうかなと思って今イブしております結構ねあの海外のバーテンダーの方はこういう手法を取る人がいるんですけど見てて楽しいですよね。 こうやっていぶしているとすごく燻製の味が強くつくのかなって想像しがちなんですが意外なほどほんのりほんとほんのりしかつかないんですねで,でもそのほんのりがすごくいい深みを与えてくれるというか味が全く違うとまでは言いませんけどすごく立体的な味になるというかね非常に美味しいです是非ね燻、えー、製せ液持ってるよっていう人はね挑戦してみてほしいですね ほら見てくださいこの煙がふわっと出るところ綺麗でしょう期待を煽りますよねさあそれじゃあ飲んでみましょうこのオールドファッションドっていうドリンクはですね下に角砂糖を入れてるっていうのもありましてそれがね徐々に溶けてくると一口ごとに味が少し変わってくるそしてレモンとオレンジ この甘みと酸味も少しずつ出ていくのでやっぱりね最初と最後だと全く違う飲み物になってるんですよねで氷も溶けるっていうのもありまして、えー、最初はねアルコール度数かなりきついんですがそれが徐々に徐々に優しくなって最後はとっても飲みやすくなってますいろんな人にね味わってみてほしいと思います是非作ってみてください それでは皆さんご視聴いただきありがとうございました気に入っていただけたらね高評価ボタンそしてチャンネル登録もよろしくお願いしますまた次回もお楽しみに